どうも、横浜メガサロンの藤森です。今日も脱出ゲームに挑戦してもらおうと思います。真ん中のポツンといる黒石がうまく打つと脱出することができます。どのように打てばいいでしょうか。じっくり考えたい人はここで動画を止めて考えてみてください。それでは答えの方を見ていきたいと思います。まずはこちらにコスむ手はどうでしょう。これは当然つなぎますね。それから跳ねて渡ろうとしましても遮られて、切りましても当てられて、これはこの一目逃げても取られてしまいますね。これは失敗になります。ということで次は下がる手を見てみましょう。こちら下がる手はそうですね、右側の連絡を断たれまして、その後左側を切ってみても、これもやはり抱えられてこの一目が取られてしまって失敗になります。はい、それではいよいよ正解の方を見ていきましょう。まずはこちらに跳ねる手がいい手になります。そしてこれは押さえるよりないですね。この時にこちらに下がります。ここで白が例えばこの一目をつなぐと、これは跳ねておいて連絡することができます。切ってもつないで、当ててきてもこれもつないでおいて、これは白が2手しかありませんから、この白を取ることができて渡ることができました。ですので白の最強の変化としてはこちらの一目を取ってくる手です。この時にいい手があります。ここでさらに下がる手が非常にうまい手ですね。で白が抜けばこちらを切って当ててきても、今度逃げて、ここで白が分断したいんですが入れないんですね。入ると取られてしまいます。ですのでつないでくれば、ここでつないで、いや今度はこちらの左側の2子が取れて連絡することができます。その他の変化としてはもちろんここで何か左側守ってくれば一目噛み取ってしまってこれも大丈夫ですね。はい、ということで跳ねて押さえて取ってきて下がると、これが非常にうまい手になったわけですね。ここでもちろん左側つなげば今度は逃げて、こちら側を今度は連絡することができます。この白石は取ることができますね。ということで白に囲まれた黒石でしたが、無事に脱出することができました。それでは今回は以上です。また動画を上げていきますので、ぜひともご覧ください。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もできましたらよろしくお願いいたします。